ヤワタヤマ古墳は埼玉県行田市藤原町にある古墳。形状は円墳。若子玉古墳群を構成する古墳の一つ。埼玉県指定史跡に指定されている。横穴式石室が露出しており、関東の石部隊と形容されることもある。墳球は作兵されて石室が露出しているが、計約80メートル、高さ9.5メートルと考えられている。 江戸時代に書かれた新編武蔵風土機構に横穴式石室の一部が露出し、石室内に八幡社が祀られていたことが記載されている。その頃からすでに石室の一部が露出していたが、1934年11月に小針沼の干拓工事で森土が取り去られて石室が完全に露出した。その様子が奈良県明日香村の石舞台古墳に似ていることから、 考古学者の大場和夫が関東の石部隊と形容をした。横穴式石室は天井石が崩落しており、正確な測量値は不詳であるが、構造は沿道、前室、中室、奥室からなり、全長は十六点七メートル、奥室の高さ三点一メートルとされている。九百七十七年の発掘調査で、憲布に繰り返し漆を塗り重ねて作られた棺の、 破片が出土した。この棺や副葬品から古墳の築造年代は7世紀中頃と推定される。漆塗りの,の棺は機内でも高い階層に限られており、被葬者は宮廷と親密な関係の人物と考えられている。被葬者を633年に武蔵国造りに任命されたものの部屋にまろとする説がある。 1993年12月10日から26日の発掘調査で古墳の規模が従来よりやや大きい直径80メートルであることが判明した。ありがとうございます。